ヘルシュライバーヘルシュレイバーは、ファックスをベースとしたテルタイプの一種で、ルドルフ・ヘルが発明した。機械的な構造が単純で可動部部品が少なく、メンテナンスが容易で、有線無線を問わず、低品質の通信回線でも受信者が理解できる、情報を送れることが、最大の利点である。また、送信機を改良するだけで、あらゆる文字を送れるメリットから、 日本や中国などの漢字文化圏でも広く使用されていた。この装置は1920年代後半に最初に開発され、1930年代から主に固定電話のプレスサービスに使用されていた。また、第二次世界大戦中にはドイツ軍がエニグマ暗号化システムと組み合わせて使用した。戦後から1980年代まで通信社の間で広く用いられた。 現代ではアマチュア無線化による通信モードとして使用されている。これはヘルシュレイバー、フェルドヘル、または単にヘルと呼ばれる。日本では鍵盤模写電信機と呼ばれ、東方電機やソニーが日本語のカタカナ英数を送れる機種を生産していた。戦後は新聞社などで紙テープに手書きした文字を工学的に読み取って、 送信する新聞原稿伝送装置として1980年代まで使用されていた。ソニーに昭和22年4月入社した木原信夫氏は、鍵盤模写電新機の部署に配属され開発に関わっていた。この当時の機械はカタカナを送信することができ、外国の短波放送で流れていた情報を受信することもできた。この時の機械は平成になって、 ソニーの展示会で展示されたことがある。各文字は7行7列のグリッド、つまり49ドットに分割される。ラスター送信により、ヘルシュライバーはラスター上で再現できるあらゆる文字を送信できる。以下の画像のように、グリッドの各列を下から上に、それを左から右に送る。送信機にはカムディスクが収まっていて、送信機のキーを押すと位置回転し、 送る文字に応じて異なる長さの電流パルスを生成する。この装置には誤り訂正の機能は含まれていないが同じ文字を平行に2列印刷することで上調性を確保している。動機が崩れると印刷が斜めになるが2列印字することによって読む人間は脳内で補正して文字を読み取ることができる。また、 受信信号の強弱により白黒の2択ではなくアナログな中間の濃ードで印刷されるため受信者はかすれた文字を読むことで元の文字を推測することが可能となる。ありがとうございます。